まあ、行けるし。40分です、今日は。宿題に追われながら、そうだからメールもね今日送れてないんだよね。だそう宿題頑張ったから、でもあと 1,2 個頑張ったら終わりです。宿題は、宿題なんだろう、でも多賀さん手伝ってもらったんで、全然ちょっとだいぶ終わりました。今年の夏はあれです、あの徹夜しなくても良さそうです私の夏休みは徹夜しなくても眠れそう、今年の夏休みちゃんと。ほんとね、すげえ、なんか花火、ペシさんありがとうございます、たくさんありがとうございます、しゅんさんありがとうございます。夏休み早かったな、1ヶ月もあるから余裕かなとか思ってたけど、やっぱダメだった今頃打ち上げにこうやってしても誰だ、リサッキーのこと、聞こえてないんだよね。レッスン、レッチはなんかね、レッスンはそんなだけどレッスンはそんなだけど、やっぱね終わんなかった。そう、終わらせる気まあまあだったけど無理でした。寝れてないでしょいや寝れてたけど、多分いつも2時間くらい寝て、ちょっとエアコンつけます。あんこ、そうね、今さっき暑いなと思ってたんだよね、エアコンがついてなかった。ワンタンメンさんありがとうございます。なんか夏休みのエフェクトは、エフェクトじゃない、あのギフトはなんかエフェクトが可愛い、エフェクトっていうのかな、なんか可愛い。大体ね、いつもね 2、3時に宿題終わらせて、そっから6時ぐらいまで寝るっていう生活だったんだけど、そう、やっぱね、ダメだね、早く終わらせた方がいいに越したことはないけど、どうしてもやっぱできないから。たくさんありがとうございます。 S マサさんをありがとうございます。お、でもまたさ、今劇場ロビーにいる、うん、結構終わることを信じて、終わることを信じて、あのね、そう、終わることを信じてやれば終わるんです。こんばんは、こんばんは。あとは歴史新聞、な、歴史新聞、社会科の新聞と自由研究したら終わりです自由研究さ、最後にそれでどんな人なんだろう、ほんと自由研究最初の方に終わらせる
もんでしょ絶対。やばいよねやばいかも。こんばんは。お昼寝したよね。でもなんかあれですね、あの何だっけな、私さ今さなんかさ本当夏休み終盤になってさ、あの昼夜逆転し始めたからさ、もう最近3時とかに寝るんだよね。ずっと3時に寝て、3時に寝ての、10時くらいに起きる生活だから、こうだからあのだから別にその寝る時間徹夜しても別に眠くはならないけど、あれです、朝起きれないから絶対。だからね朝眠れないから、あ起きれないから、そうそこがねめんどいところだよね。夜、あなんか夜は違う、強いわけでもないけど、今はあの夜にめっちゃ夜更かししてるから別にあれなんだ。なんか一回夜まで起きてたらの永遠と起きれる、もう生活習慣がそれになっちゃうから10時くらいになったんやから、それは赤ちゃんやん赤ちゃん、赤ちゃんはもっと早いかな。でもなんだろう、部活とかしてたらそのぐらいの眠とかなるのかな。だいたい睡眠時間何時間、なんだろう、睡眠時間はあでも7時間かもね、7時間かも。7時間で、今日はね、どういうオープンクラスみたいな、ああ私はね、なんかあのコロナの時、コロナの時に、自粛期間の時に、なんか何だったっけ、なんか金曜ロードショーとかそういう系でお休みって、金曜ロードショーとかなんかそのなんかそれで、そうなんかちょっと遅くまで起きてて、あのあれ君の膵臓食べたいのアニメバージョンがあって、それをね見てたらなんかもうね、なんかコケコッコの時間になっちゃって、そうなんか近くの車がめっちゃブンブン言い出して、えって思って、そうあのそこラジオ見渡すとさ、もうあそこラジオ見渡すとじゃない、なんか外見るとさ、あのん違うん、なんか見終わった頃に最後の方にあれです、最後の方に何だっけな、最後の方まで行くと、最後の方まで行くとなんか車がとかブンブン言い出して、時計見たらもう5時ぐらいになっちゃってて、5時ぐらいになってて、でそのままお降りしようかと思ったけど眠すぎてそれは断念。けどだから6時くらい寝た。あ待って、アフロユージさんありがとうございます、葵ちゃんさんありがとうございます、青山優さんありがとうございます。そうそう、めったかで、なんかその私はそれまで全然12時までには寝てたんですけど、なんかそれを機に眠れなくなっちゃって、あのずっとそこから3時4時5時に寝てて、やばかった。
今日は何時まで出した？私ね、時間、年齢的に8時までしかできないから8時までします。15歳になったらね、9時までできるけど、そう、まだ14歳。15歳になると9時までできるのかな。15歳まで8時、どっちだ。ね、今日のご飯、あ、今日なんだろう、夜は昨日何だったっけ。昨日はとんかつだったのね。今日は分かりません。わかりません。早起きを意識すると早寝早く当たり前、それは早起き意識しない、そう、それはそう。じゃあ早く寝ることじゃない、早く寝ること、どっちもなんだよね。でも早く寝ることを意識したら早起きできるし、早く起きることを意識したら早寝もできるしみたいな。2日前が、あ、そう、2日前だったっけ、3日前かな、うどんは。でもね、私も15歳、誕生日早いからさ、すぐ来てくれる。あ、待って、ワンタンメンさん、たくさん、ハートありがとうございます。たくさん、ありがとうございます。みつきがおうち焼肉の様子。いいな、おうち焼肉。私も何だろう、今日のご飯何だろう、何も分かんない、な、聞いてないからさ、今日夜ご飯何かを。だからね、宿題終わった、終わってない。中学時代で、私もね、学校ある日はね、普通に0時前11時ぐらい寝るんだけど、でも今日はチキン南蛮食べてきたって、美味しそう。でも私ね、タルタルソース食べれなくて、あのタルタルソースが食べれなくはないけど、ちょっとあんまり好みではないから、タルタルソースなしでいつも食べてます。なんかたまに給食に出るけど、その時はタルタルソースはつけないでって晩ご飯何時ぐらい？晩ご飯は8時くらいかな、いつも。7時半とか8時くらいにいつも食べてますね。タイとカツオの、夜ご飯はこれから食べます。これ配信終わったら多分食べます。サンダーボルトさん、ありがとうございます。なんかさ、あ、24日になりました。24になりました。25日です。24日になりました。24はいい数字なんです。数字の中で一番いい数字、一番かかんないけどトップ5に入るくらいのいい数字なんです。24は、15と24がいい数字っていうのは知ってる。私それ以外は知らないけど、それ以外は知らないけど、そうです。
なぜ知らないです。なんか数字のあれ調べたら下4桁数字意味みたいな感じ調べたら出てくるんです。あのうん、消えちゃった表示。理由聞きたい？知らないですよ、ほんと。理由は知りません。うん、あ、確かにそうかも。24日、なげちゃんね。ご飯のショールーム、あ、ありがとうございます。なんか理由知りたい、理由知りたい人は各自でお調べくださいませ。はい、こんばんは。こんばんは。そう、みんな自分でググってくださいあれは知れ、私は知りません。あ、358がね、そうなんだ。今逃走中見てるよって。逃走中あるのかな今。あ、ウィッペさん、ハートありがとうございます。シュンさん、ありがとうございます。サヤニャンさん、ありがとうございます。タクさん、ありがとうございます。逃走中ね。だよ。モノピーさん、ありがとうございます。うん、リチャキネです。焼き肉食べる。リチャキネ知らないでしょ、多分ヒルンクラゲさん、ありがとうございます。あんた逃走中今日あるんだ。でもそれは知らなかった。4や9は、うん、なんかマンションとかもさ、4号室9号室ないところあるよね。タカさん、ありがとうございます。ちょっと待ってよ、なんか話すことを考えてますよ。なんか今さっきまで話すことたくさんあったのに、なんか消えちゃった、頭の中から。星集めできたけどって。いや、なんか、ありがとうございますって言っていいのかも。ありがとうございますってさ、言ってた。なんか、キセとコラボしてほしい。ループってた？本当？ループしてたのか。キセとコラボね、誰としようかな。
でもね、なんかね、私の予想ではね、やっぱね、ミナが一番というか、無理症さんありがとうございます。緊張じゃない、全然けど、ちょうどこれルーブしてなのか、なんでだ、昨日オーガさん行ってつか、うん、オーガだった。オーガゴルフ場ね、ルーブさ、ルーブってるのかな、今なんでだ、悩み聞いたいな、それ。同じな、あの子は、あ、江口の子本の子か、江口の子の子かはな、でもさ、コメントってさ大変じゃないですか、それ、あのひらがなでココハちゃんって来た時さ、二人答えなきゃいけないわけじゃん。え、ルーブってなのかな、なんでは、あ、でもなんかちょっとあの心当たりはあるかも、あの充電器なくなってさ、あ、充電器じゃない、充電なくなりそうになってさ、なんかあと 20% ですって表示が来て、それが来たら一回ね止まっちゃうんだよね、配信。そうワンチャンね、それで、リチャキ、あ、そう、リチャキはあの10時間コラボのありがあるんでね、10時間コラボ、あの朝の10時から夜の8時までコラボするっていうあれがあるから、コラボ、なんかさラグいんだけど、私の携帯ラグいよ、なんかめっちゃ、あ、でもそんなこと、うん、そう、 20% になると止まっちゃう、なんか 20% 10% の表示が来たら、そう、なんかね、長いな、そう、充電表示、 JK じゃないです、 JD です、 JC、 セシレオさんありがとうございます。私中学生なんで、中学生なんで帰宅部の大会に出られなかったです。ちょっと待って、コメント読めない、なんかカクカクしてるんだけど、ちょっと待ってよ、やっぱねショールームはね充電しながらだとねカクカクするから、充電止めてやった方がいいんだよね、実際。
もうまだ中学生なんです私。期待どおりの大会。そう、なんか高校生しか出られない、出られないという噂の。やっぱお腹なった。すっごいお腹の音。すみませんから、お腹めちゃなんだよな。あの一回配信前に準備した時めっちゃお腹なって、わどうしようって思ってたけど、配信中ならないから別に。テロップに書こうかと思ったけど、いっかと思ってました。大体の情報、あ、見られるかも。身長が高いですよ多分。あのと年齢にしたら高いと思う。でもね、平均的に高いんだよね。別に161あるから、ちゃんと163が目標だったけど、多分もういけなさそうだから諦めました。タカさんありがとうございます。好きな、なんで書いてんの。セムテックですか。ちょっと固まってるな。シネック、あ、手榴弾なんだ。手榴弾って生体にいたら、身長伸びるんだ整体行ったら。でもさ、だからって言って整体行こうとはならないよね。なんかそう、でもなんか、なんかな、あの身長、あの姿勢が良くなるからとか、そんな感じ。なんか言わなきゃな。確かにね、確かに言わなきゃなんのとかも分かんないから言いません。中学生な。でもね、今日食べてないんだよね。ずっと宿題してたから。頑張ってた。そう、なんか何食べたんだろうってなる。逆にね、アイスとあれ、あの糖分と言います、チョコレート。チョコレートと、うん、そうかな。たくさんね、でも私ね、あの寝る時間っていうのは決まってる。なんかあれじゃないですか、寝るのは何だっけ、夜の10時から深夜の2時ぐらいに寝ると、その時間はあのなんかそういうゴールデンタイムって言って、いろいろ成長する時間なんです。あの髪の毛とか、そう、子供だったら体とか、そういうのがで、その時間に寝たらたくさんあれなんだけど、そう、その時間ね、見事に起きてるからさ、その時間見事に起きてるから、もう慎重な。アイス、あれが好き。こうやって、あの、パッキンってやつ。なんだったっけ、私ね、前、教えてもらったんだよな。パッ
キンジュース？なんだったっけな。何か食べないと、あ、カロリーメイトね。食べたことない、カロリーメイト。ほぼ水やん。え、そこ？ご飯食べずに頑張るっていうか、別にお腹空いてなかったから食べたっけな、でも。なんか食べた気もするけど食べてないな。チョコレート、そう、チョコレート好き。3食きっちり食べない感じ。なんかでも夏休み期間ってだいたい起きる時間が昼だから朝昼ご飯になりますね。てか朝ご飯食べずの昼ご飯になる。こんにゃく畑、こんにゃく畑、何だったっけ、こんにゃく、え、なんかさ、何だったっけな、こんにゃく畑じゃなくてもう一つの、ね、やつ、中二さ、中二ですよ。私寝てても身長伸びないんだけどってなんでって聞かれてもね、知りません。あれなんじゃない、あの遺伝遺伝じゃない。10時、10時から2時までで、あ、だって私調べましたもん、身長伸びる方法って。小学生の時ずっと調べてて、10時から2時までがそういう分泌が活発だからみたいな。俺も成長するからって。53歳、身長は成長しないと思うけど他は成長するんじゃないですか。パピコ、あ、パピコ、パピコ、パピコじゃない、なんか違うんです。あの安いやつで、なんか、なんなんだっけな、あれ、ポッキンアイス、ポッキンアイスかな。あ、チューペット、チューペット、チューペットだ。チューペット、チューペット、そう、チューペットを食べました。たくさん、3、4本。チューペットだよ、チューペット。好きなカレーは鬼で、あ、でもね、あの、これね、ここだけの話、ね、ここだけの話ね、あの後ろで結んでる時は寝癖がすごい時か、なんかアイロンするのめんどくさい時、めんどくさい時は基本的に後ろで結んでるでね、そのとか時間ない時、ここだけの話。遺伝、遺伝、そう、身長が遺伝じゃないですか。でも今からカレー食べますって、カレーか、私でもカレー、学校のカレーが好き、めっちゃ身長伸ばしてる、身長ね伸ばしたいって思ってます。ずっと 163.5 行きたいけど、もう多分行かないかな、行ったら162かな。チューベット、チューベット、ちょっと待ってよ、今50分か。51分、じゃあと4分経ったら言ってください。170は大丈夫。そこまではいない。160くらいかな。
カレー、あ、そう、カレー美味しい。なんかカレーの日ってあれです、カレーは、学校のカレーは美味しいんですよ。リップはディオールですか？今日何も塗ってないリップ。ヒャンメイクは好きですね。あのさ、あ、なんだ、女の方なのかな、三つ編み込んで帰る。でも女の子ヒャンメイクね、ディオールは買わない。あ、そう、あ、待って、これだけ話す。あの9点の目代わりで欲しいなったから頑張って、今欲しいの探して買う。定期的に予防、あ、出るんじゃないかな。1ヶ月に1回は出る気がする。うん、無衣装さん、ドラマありがとうございます。キングタイキさん、ありがとうございます。ラクさん、ありがとうございます。ミルノクラギさん、ありがとうございます。あ、僕は男です。あ、なんか詳しい系、もしかして9点ちなみにその9点もまあちょっとだけ違うんですよね。お、あ、あむいちゃんさん、ありがとうございます。じゃあ、ランキングをお読みしたいと思います。うん、くしゃみでそう。13位カベチョロさん、ありがとうございます。12位セッキーさん、ありがとうございます。11位カイグリポンさん、ありがとうございます。10位メイさん、ありがとうございます。9位森翔さん、ありがとうございます。8位ペチさん、ありがとうございます。7位サイニャンさん、ありがとうございます。6位ミルワンクラゲさん、ありがとうございます。5位ワンタンメンさん、ありがとうございます。4位三角さん、ありがとうございます。3位アキチャさん、ありがとうございます。2位のリッペさん、ありがとうございます。1位ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。これもう8時になるから自動的に切れるの待っときます時間できない、だからそれまで、あ、でも5分もあるのか。配信ありがとうございました。そう、そうだね、ちょっと課題しなきゃいけないからやっぱ切っちゃおう。うん、課題しなきゃやばいな。いや、でもなんかもうみんな、あ、みんなバイバイって言ってるんで私は終わります。学校なんですよ、そろそろ。だから徹夜せずに頑張りたい。さようなら。